毎度、徹子です。チャンネル登録をお願いします。アラブ首長国連邦 UAE が韓国製防空システムを35億ドルで購入するという話が出ています。お隣さんは競合しているイスラエル製の防空システムに勝ったと自慢しているのですが、最終契約はまだです。早とちりで自爆するといういつものオチになりそうな案件です。ニュースの詳細。アラブ首長国連邦 UAE に対する4兆ウォン規模の韓国製迎撃ミサイル輸出が近づいている。 UAE 国防部は16日 Twitter 公式アカウントで韓国製中距離地対空ミサイル MSAM を購入する計画だと明らかにした。韓国政府関係者によると、輸出対象の武器体系は国防科学研究所 ADD の主導で LIGNEXY の共同開発した地対空迎撃ミサイル天宮の改良型天宮2。天宮は航空機迎撃用だが、天宮2は弾道ミサイル迎撃能力まで備えた韓国型ミサイル防衛 KMD 体系の革新武器だ。政府関係者は韓運輸防衛事業庁長が14日から19日UAE のダバイエアショーに代表団を率いて参加し、最後の交渉で成果を出したとし、今年中に契約が締結されると期待していると述べた。 UAE 国防省は契約規模は35億ドル約4000億円相当だと伝えた。武器体系を導入する国が金額にまで言及して購買内容を明らかにするのは異例だ。契約が成立すれば国内防衛産業史上最大規模の輸出となる。しかし、海外在住韓国人のテロの脅威など中東発リスクを懸念する政府の立場では当惑する状況だ。政府は中東への武器体系輸出の公開を自制してきたが、 UAE 当局は契約前に内容を公開した。ヤン・ウク・ケイ国防戦略大学院兼任教授は、価格や条件が事前に明らかになればライバル企業にダンピングなどで奪われるかもしれないとし、他の武器体系の輸出にも影響を与えかねないと懸念を表したとのことです。あかん。天宮2は韓国型パトリオットと呼ばれていて、射撃統制所、多機能レーダー、垂直発射台など3台の車両で構成されています。発射台1機当たり8発のミサイルが搭載されています。最大迎撃高度は15キロで、パトリオットパック3 CRI の最大迎撃高度20キロより少し低い仕様になっています。航空機撃墜用の天宮ミサイルの最大射程距離は40キロです。天宮2の最大速度はマッハ5で、長さは4メートル、重さは400キロ、ミサイル1発の価格は約15億ウォンです。迎撃ミサイルで最も重要なのは命中率で、国防技術品質院が7月と8月に弾道ミサイルと航空機に対する迎撃試験をした結果、標的に全て命中する記録を残しています。垂直発射台からコールドロンチという方式で発射されて、ミサイルが垂直に射出された後、方向を急激にひねって目標物に向かって飛んでいきます。もちろんお隣さんの独自開発ではなく、ロシアの技術協力で開発された迎撃ミサイルです。そのためロシア製 S-350 迎撃ミサイルに酷似していると言われています。本当に UAE がお隣さんの天宮2を導入するのか、最終契約はこれからです。でもお隣さんではもうすでに購入したという感じの話になっていて、国内防衛産業市場で最大規模の輸出になると自慢しているんです。ほんで、UAE アラブ首長国連邦が購入予定と公表したのは、天宮2という地対空迎撃ミサイル及び運用システムです。イスラエルと競合していたんだけど、 UAE は韓国製の迎撃ミサイルを選びました。 UAE 国防省は国防能力を質的に向上させようとしているのですが、選んだのが韓国防空システムって先が思いやられます。取引規模は約35億ドルに達すると見られているのですが、価格に見合う性能を発揮するのでしょうか。お隣さんは世界市場で性能を認められているイスラエル製迎撃ミサイルとの競争で勝利した意味が大きいと、自国兵器に対する自信を深めています。日本ではあまり知られていませんが、お隣さんは UAE に対して UAE 特殊部隊の教育訓練
UAE に居住している自国民の保護などを目的に2011年から貨幣を行っています。2009年にお隣さんはバラカ原発を受注しています。この受注に裏には UAE 有事の際にはお隣さんが軍を派遣するという密約を結んでいたことが明らかになっています。原発が格安な上に密約まで結んで受注したわけです。ムンジェイン政権が成立してから密約の存在が暴露されたのですが、お隣さんと UAE の関係はかなり深いみたいですね。お隣さんの兵器はポンコツで有名ですが、兵器の海外輸出に積極的なので日本よりはマシです。いくら性能が良くても高価で自衛隊しか需要がないとなればビジネスとして成り立ちません。採算が合わなくなり、軍事関連の事業から撤退する企業が増えています。一度産業が途絶えてしまうと技術とか経験を引き継ぐことができず一気に衰退してしまいます。他国はガンガン兵器を撃っているのに日本にはそれが許されていない。国内の反対勢力が抵抗しているのもあるけど、日本が兵器の販売をしなくてもよそが売り込みをかけています。なんで日本だけが我慢する必要があるのでしょうか。こちらがお隣さんの反応です。これはパククネの時に取り組んでいた兵器開発が実を結んだという話だ。しかしムンジェイン政権は自分たちの成果にしたいようだ。自主国防という用語はパクチョンヒ大統領の時に登場した用語で、その時から各種兵器の開発が始まった。米国の核の傘一つを信じて自主国防を放棄するなどありえない。ムンジェイン政権発足前から作っていた兵器が売れているだけなので、ムンジェインとは何の関係もありません。ムンジェインの支持者たちは目に見える成果は全てムンジェインの成果と主張する。国防費増額の成果が出てよかったです。迎撃ミサイルシステムの購入はまだ決まっていない。いつでも手のひらを返すことができるのに、まるで大きな成果が出たかのように自慢するのはやめてください。この流れで立ち消えになって不発に終わった話は一度や二度ではない。できなかったことは報道しないが、ときめく内容の願望記事はたくさん報道する。口先だけであんこをそそのかし、哨戒艦天安沈没事件が発生し、北から延べ坪島砲撃を受けたのに何もしなかったイミョンバクやパククネの保守政権とは次元が違う。忍耐と根気があるムンジェイン。ムンジェイン政権になってからは軍人が殺されることはなく平和を維持している。内部ではミサイル防衛システムの構築など世界が認める6位の軍事強国、そして兵器輸出国になった。以上が国民の反応です。韓国製の兵器というだけで怪しい匂いがします。実戦経験がなく迎撃試験で標的を全て撃ち落としたという話も本当かどうか分かりません。価格以上の信頼性や安定性があればいいですが、お隣さんの兵器はポンコツというのが鉄板です。大金をドブに捨てるようなことにならないといいですね。最後まで見てくれてありがとうございます。